多摩霊園にある、岩谷爆愛の墓、岩谷爆愛4月18日から1927年11月20日は、日本の歌人、編集者。鹿児島県生まれ、本名は、佐田次鹿児島県薩摩郡宮野城村湯田に生まれる。川内中学校に進学、今井白陽と同窓となり、文学を志し、秀才文壇などに登校。第七高等学校増士官を経て、 東京帝国大学法科大学経済学科を卒業。東大では、おのえ最終に学んだ、短歌雑誌、大場高層館。編集者として、桜層や、橋田東小江主催の、産後賞など、他の短歌雑誌でも活躍、後に、水亀を創刊し、同志に専念する。1916年、出版社、爆愛者を起こすも事業に失敗し、翌年には、 明治政党に入社して台湾に渡る。しかし結核にかかり、以降は茅ヶ崎で療養しながら病床への数々を読んだ。1927年39歳で死去、9歳で母を22歳で父を亡くした。爆愛の名は若くして両親を失っていることを悲しむ流れの意味である。諸女歌集春の反逆の冒頭にも亡き父母の冷然に、 剣具とある。故郷の宮野城温泉にある湯の神社に火火、見下ろせば、薩摩の方へ、一筋の川うねうねと流れたりけりがある。墓所は、東京の多摩霊園にあり、同区画に火火もある。かつて、薩摩仙台市で開催されていた、青少年大賞の真心青春短歌大会には、岩谷爆愛賞が設けられていた。ありがとうございます。